変な人。兄ちゃんがフラフラどこかに出て行っちゃう前に二人がくっつけばいいんだよ。血は繋がってないんだから。姉ちゃん、結婚しようよ、ね。そういう同窓生様みたいな話って本当にあるんだなって思ったの、うん、だから直美とひろちゃんもそうなんだったらって思ったの。本当は二人ともお父さんの子供なんじゃないかと思うの。ダメですか。よっ。どうでもよいわよ。